ドレミドレミ、こんにちは、キャプテンクッキーです。この動画はですね、ヤギさんを取り扱う動画です。ヤギさんをご紹介しますよ。その前にですね、クジャクさん、クジャクさんがですね、飼育されている様子でした。可愛いですよね、鳥くんたちも。ニワトリくんもこうやってですね、比較的なんかゆったりしたスペースの中で、この木が生えてるのいいですよね、中に。こういう感じで過ごしてました。で、主役のヤギさんです。ここ場所はどこかって言ったらですね、ヤメの善蔵塚古墳。ヤメは福岡県のヤメ市ですよ。古墳とかが結構いっぱいあるんですよ。で、そこの一つの善蔵塚古墳の公園の周りにですね、ヤギさんたちがいるんですよ。自分が確認した範囲では4人ヤギさんがいましたね。ちょっとこれはどういうあれで飼ってあるのかよく分かんないんですけれども、なんかですね、草を食べてもらうために飼育されてるのかな、よく分かんないですけれど。ヤギさんやっぱ可愛いですよね。この動画を見たらきっとなぜヨダッチョがヤギを好きなのかわかるはずと信じてこうやって編集しましたけれども、ヤギさんは昔から確か日本に本当におったかどうか知らんですけれども、その島の方にいたのかな。本格的に飼育されたのは結構後になってからだと思うんですけれども、こんな感じでですね、ヤギさんとっても可愛いですよ。キャプテンクッキーのですね、好きな動物のトップ3に入ります。はい、短かったけれども、ヤギさんの紹介動画でした。だってそんなことは想像できなくて、だから人生はきっと面白いんだ。うまくいくかどうか。